ホアハオ教は、ベトナムの仏教系新宗教である。1939年、教祖のフィンフー僧が、メコンデルタの安江省新習陣にある、カズヨシ村で創立した。正式な名称は、ホアハオ仏教だが、教祖である僧の記事の名前をとって、ホアハオ教と呼び習わすことが多い。 ソウは病人を治す術があると信じられ、メコンデルタでは50万人の信者を持つと言われるほど急拡大し、仏印心中の際には日本軍を歓迎した。ソウが1947年にベトミンに殺害されたこともあって、インドシナ戦争、ベトナム戦争を通じて反共主義を貫いた。このためベトナム統一後は圧迫を受けたが、近年のドイモイ政策の一環によって不況も、 公に認められるようになり、現在では100万から300万の信者がいると言われている。19世紀頃、メコンデルタで信仰を集めていた仏教の一派である部、孫基本教の影響が濃く、教義としては仏教を基礎に置くものの、人となるべく修行をするために、仏法の修行を位置づけるところは、儒教の影響が濃い。また先祖国用やフッツと共に、自然の神を祀る、トン。 綺麗イコール通天の祭壇を崇めるなど、土着宗教と融合している側面もある。寺院に僧侶を置かず、仏像の代わりに、紫色の布を信仰の対象とするのもフォアハを、今日の特徴である。顔代表、ありがとうございます。